っと眠れたらね、うん、朝の顔とかやってみたいね。朝の顔、朝の情報番組の MC とかのやってみたい。あ、そういうことね。朝の顔やってみたいの。向いてそうやな。向いてそうやろ。ほなちょっとここでやっときますか、うん、じゃあ、MC やってもらって、うん、俺それが全部やる。全部やってくれんの？全部やります。お願いします。任してください。ボランティア団体を立ち上げたみたいで、そう、そこに俺とメカルこの前行ってきたんですよ、うん、ボランティア団体に。そう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 、やっぱ人のために何かする、これすごい気持ちいいこと、うん、そういうこと、そういうこと、うん、心が晴れやかになりました、ね、ぜひ体験したいね。ほんま？これ分からんけど、なんかモデルみたいなこと。ああ、似たようなもんやわ。ほんま？なんて声かけられたん？うちのラーメン屋で働きませんか？バイトの勧誘やか、お前。まあ、最初は興味なかったんけど。ちょ、おい。話だけでも聞きまひょかよ。聞きまひょかよ、あれんから、お前。何をバイトの勧誘で生きてんねんな。まあ、いよいよ話聞いてみたらね、なんか新店舗開くらしくて、そこの新店舗の店長やってくれって言われた。いきなり？いきなり。タルパやねんけど。タルパ？タルパ。タルパ。まあ、分かるよ。まあ、ちょっとごめん、知識がね、ないほどある。まあ、そっかそっか、ないと思う。いや、なんか小動物系。ああ、なんかね、そんなんじゃないねん、これ。もうちょいなんか熱帯魚とか。ああ、違う。なんか植物みたいな。ああ、違うねんな。観葉植物。ああ、違うね。あのね、まあ、簡単に言ったら、あの、まあ、人工精霊やん。分かるか。どうも、キングブルブリンです。お願いします。あのさ、はい、ちょっとあのダイエットしようかなと思ってて。ダイエット？うん。その背のあかんほど太ってんけどね、別に、うん、みんな言うねん、そうやって、言うよ、そら、うん、でももう結構太ってるから。おう、うん、もう結構太りすぎて、うん、ちょっとすごいやりたいことがあってね。あ、やりたいこと？もう、まあね、今さらそんなんって言われるかもしれんけど、あの10回クイズってあるやん。僕もね、ちょっと29歳になりまして、うん、ちょっといい大人になってきたんでね、ちょっとスナックとかで飲んでみたいなと思いましてね。スナック？そう、50歳ぐらいのママがおってさ、こうなんか日頃の悩み聞いてもらいながらこうしっぽり飲むみたいな。あ、そういうのしたいのよね。俺先輩に一回連れてってもらったことあるけんさ。あ、そうなん。スナックのママちょっとやってやろうか。海に生息し、うん、四足歩行で、うん、顔周りにひだのようなものがついた。ピンポン。早い。白井君。え、簡単やな。え、ウーパールーパー。これウーパールーパーですよね。ウーパールーパー。ですが。ですがのやつか。近づいてやってみしまーす。はい。ね、こいつが立ってるでしょ、今。これね、このおもちゃね、年末ね、おじいちゃんがね、くじで当ててくれたんすよ。4等。今から4等で出たします。はい。奇遇だな。俺も小さい時から怪盗になりたかったんだよ。どんな二人？俺泥棒に囲まれてんの今。やろうぜ。お客さん、今一度自分の荷物ね、膝の上に置いてもらって、財布入ってるところ口キューッ握っといてくださいね。お前、僕ら舞台降りた試合開始ですわ、これ。ほんまによし。じゃあ今から俺たち二人でお宝を盗みに行くから、お前はそれ見ながら感じたことをメモ取っとけ。ちょっとやっぱりこう小学校の時の修学旅行の夜ってなんか懐かしいな。懐かしい。うん、だからちょっとやってみよう。やってみよう。うん。なあ！え？修学旅行の夜！うん。楽しいな！楽しいな！なあ！うん。やっぱ人間ね、誰しも天才に憧れるじゃないですか。そうかな。そう、やっぱ天才型と思われたいからさ。まあそうやね。でね、この間調べてたらね、やっぱ天才っていくつか特徴があるのよ、やっぱ。で、チェックリストみたいなのが載ってて、やってみる。今日も一つちょっと言おうかなと思って。あ、いいじゃないですか、それ言ったら。せっかくやから、ちょっとお前遅刻多すぎるわ。あ、俺か。ちょっとさすがに。あ、まあ、でもちょっと朝苦手やからな、いや、もうその言い訳やで、そんな。まあ、でもひどいねん。しゃあないけどな、もうこれは。しゃあなくないよ、そのもう積み重ねたらもう1週間ぐらい多分待ってんで、毎回毎回遅刻して。はいはい、こんにちは、ランランです。はぁ、よろしくどうぞ。どうもありがとうございます。世界にはね、もういろんなこう変な生き物がいるじゃないですか。ほんまやな、ももちゃん。ねえ、いろんなのがおんねんけどね、まあ、近所で言うた男ね。男？こんな生き物やで。メンズ？男ってほんまに不思議な生き物やなって思うんです。そう？うん、思うよ。シャチでした。あ、聞いてないですよ。すいません。シャチでした、ガイスバ君。シャチ行っちゃってました。あ、そうなんですか。頑張っていきましょうね。よろしくお願いします。うん、ですね、はい、英語をね、こう喋れるようになりたいなと思ってね。もう喋れるようになりたい。喋れないですよ、ね、もう教えてあげるよ。教えてくれる、どういうことですか。まあ、見たら分かるやん、俺。何ですか。英語の教員免許持ってんねんから。あ、そうなの。
どうも、カフェポスターです。よろしくお願いします。確かにお前の言う通り、パイナップルって頭上に掲げるだけでアホに見えちゃうね。言ってないわ。どんな賢い人でも頭上に掲げるだけで見たことないよ、あんま。アホに見えちゃうね。誰と何喋ってたそうなの。僕最近僕の身の回りで、うん、こんな偶然あんのかみたいな、うん、こういうエピソード結構増えてましたよ。偶然、うん、この前もね、うん、用事があって電車で難波向かってたんですよ。そしたら目の前に電車で思い出してんけどさ、あなんかたまに電車で来たんかそのチャリで来たんかわからんくなる時ってない？ごまかしの連続、うん、まあせやろもうな。毎日毎日お僕もごまかして生きてるよ。あ、ごまかして言ってる、うん、あ、そう、うん、まあ、じゃあさ、まあ、例えばな、うん、こうトイレの個室を開けたらこう中に人が入ってた時、うんうん、これはこうどうやってごまかす？どうもー、ラングランでーす。好き嫌いがね、もう別れそうですけど、ね、阿部とね、大浜くんでやってます。お願いします。いやー、2人でやったら盛り上がるゲームを考えたんですよ。盛り上がるゲーム？そう、だから今日は阿部と僕でそのゲームをやりましょう。大丈夫？僕今年28歳になりましてね。おー、大人ですね。いえ、まだ大人ですけれども。まだ大人ですけども。まだまだ、ね、どういう日本語？まだまだ若いですけど。まあまあまあね、まあ未だにね、コンビニとかでこう年齢確認されるんですよ。される？あのね、はい、バイトのね、面接にね、落ちたんですよ。あ、落ちたんですか、最近。この年になって。あ、そう。こんな悲しいことはないよ。何のバイトの？野球場のビールの売り子のバイトなんです。ビールの売り子のバイト落ちた、はい、落ちました、面接で。どうも、一億です。お願いしまーす。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。一億と申しまして、竹谷と健志郎で一億と申します。最近料理にハマっております。あ、料理？はい。あ、まあ、料理男子はね、モテるからええんちゃう。ハマりすぎたオリジナル料理っていうのを編み出しました。オリジナル？うん。俺この前一日何もない休みの日があって、パチンコ行ったん？行くわけない。え、行くわけないの？時間の無駄って言ったの俺。あ、そう。それ行く？いやいや、それ分からんけど、それは行ったんかなと思って俺。どうもー、プードルです。お願いします。ありがとうございます。こともあろうかペーパードライバーなんや。なんや急に俺。僕がこともあろうか、ペーパードライバーなん。そうそうそう。